よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ多分日本でもすごく話題になれてるムカデ人間主演ですよね。主演です、うん、まずまあいろいろ他のインタビューでも聞きましたけど、もともと今何をやってる方なんですか。今とりあえず僕結構昔は結構監督として活動しようとしてたんですけど、まあ、監督も企画をやりつつ結構役者として集中してやろうとしてます。いつぐらいに今あれですっけ、ロスの方ですか。そうですね、ロス長いです。いつぐらいに向こう渡ったんですか。もう高校卒業してすぐですね。13年前なんで。でも向こうで大学行かれ行ったりとか。そうです、向こうで映画制作を勉強したんですよ。何かっていうとね、僕のおかんがもうすごいハリウッド至上主義なんで、映画を勉強するならなんであんた日本じゃなくてハリウッドしちゃって言うような人だったんで、やっぱりもうだからもう普通のだから映画勉強するの日本なんて絶対行かしてもらえないみたいなくらいハリウッド映画好きなあれだったんですよ。じゃあもう俳優になりたいからってちょっとねしたいって時に別に何も反対はせない。全然俳優っていうのは全然考えてなかったです。ああそうか、監督ですね。監督です。もうそれやりたいって時にもう大学行けとかそういう世間並みの反対を一切してなかったですか。うん、まあね、僕進学校だったんで最初はやっぱり抵抗があったっていうか、うん、やっぱりお母さんも弟も京都大学出身なんですよ。じゃあもう反対、まあ、戻りますけど、はいはい、反対も誰も何もせずにで大学進学校。いやそう、そう進学校で僕なんていうんですか、お母さんが京都大学卒業したんですよ。お母さんが京都、お母さんが京都大学で弟も京都大学行ったくらいで、やっぱり進学校だったし先生とかもお前何言ってんねんみたいな感じですごい、まあ、先生から結構反対されて、うん、ハリウッドで映画監督になろうっていうその考え自体がお前何本当に何考えてんねんみたいな感じですっごい反対されましたけど、けどまあ分かってくれましたけどね。僕はすごい夢のことについて語ってたんで、うん、けど面白いことに本当にもう僕くらいだったんですよ。進学校で自分のやりたいことっていう分かってる人間がそんなにいなかったんで、まあ、そうなかなかいないですよね。でもその映画っていうだけじゃなくてやっぱり夢があるっていうのがやっぱいなかったんで、だからそういう意味で最後に分かってくれたし、いや一応もう説得を、まあ、その時できる範囲で皆さん周りの人説得していったんですよ。そうですね、いやもうまずおかんから説得して、でその僕の中学校からの知ってる先生をまず説得して、でも最後に今一番怖い先生説得して、まあ一応快くは迎えてくれましたけど、じゃあ別になんかよく頭に描くような反対を押し切って家で同然じゃなくて、いやもうちゃんとそれ もうちゃんとネゴシエーションした上で、そうですね、説得して、うん、いやちょっとけどそうじゃないとやっぱり、うん、嫌な感じになると思ったんで、じゃあもう18とか19ぐらいで、そうですね、もう17歳でしたね僕、早生まれなんで17の時にもうでもみんなというか受験してる時に、みんな受験勉強してる時におかんがもう送ってくれて、2ヶ月3ヶ月送ってくれて、英語まず英語を勉強しなきゃいけないなって、でこう語学学校にもう高3のあたりから1ヶ月くらい行ったりして、うん、まず英語でしたね、うん、でそれで準備して、そうですね、向こう行って最初の壁は何だったんですか。まあ、もちろん監督っていうもちろん大きな目標があって、これはまあ置いといて、置いといて、そういう夢っていうか目標があった上でそこに向かう道で一番最初の障害って何だった。やっぱり言葉ですね。もう言葉が分かんなかったから、授業とかも僕最初にノースカロライナの大学行ったんですよ。それもおかんがまずロサンゼルスとかに行っちゃったら絶対埋もれて日本語しか喋んない感じになっちゃうから、それまずノースカロライナって田舎のところに行って勉強しろと、うん、それでNo, you guys can, that's okay. Yeah. Yeah. Oh, okay, yeah. The mic. Yeah. Sorry. そう、それでなんていうんですかね、そう、まずノースカロライナの大学に行って行ったからこそ英語が勉強できたっていうのがありました。もうその時は普通のもう言葉を覚えるためにその大学にまず行って、うん、まあ言葉を覚えるのと、やっぱりその授業的にもなんていうんですか、大きな大学行っちゃったらこう埋もれちゃうっていうか分かんないまま進んじゃうんじゃないかってのがあったんで、結構小さめの、まあ、それも映画を教えてるところで、うん、そうですね、けど僕すっごい自信家だったんで1年半そのノースカロライナの大学に行ってて、
そこはもうここでもう俺の方が上だなみたいな感じで思っちゃうんですよ。英語ができてきたらだんだん学生のレベルとか分かってきて、なんで僕ノースカロライナにいんのかなって思い始めたんで、うん、それがロスに移ることになって、うん、1年半、うん、で移ってどうでした？ロスに。いや移って、まあ、楽しかったですね。日本食が日本食が食べれて、そっちの話、うん、そう移ってからね、僕映画学校に行かなかったんですよ。行かなかった、うん、演劇学校に行ったんですよ、移ってからは。それなんですか、やっぱりそっちも知らないとまずいだろうと思って。僕はとりあえず1年半基本映画の基本勉強したらもうお金さえあれば取れるなと思って、うん、基本はもう分かったから、お金さえあってもうお金が一番重要だなってもうノースキャラの時代分かったんで、でそれでまずうん、まあ映画はもう勉強しなくていいやって、大学で勉強するようなことじゃないだろうって思ってたけど、ノースキャロライナの時代何あの映画学生映画と撮ってた時に俳優さんと話すことができなかったんですよ。何演技指導っていうか演技のことよく分かんなかったんで、それをちょっとカバーするためにも演技学校に行って、監督として演技学校に行って、演劇学校に行って、うん、勉強したのが一番だなと思って、うん、それがじゃあ1年半ノースカロライナ行って、その演劇学校がだいたいまたそれで1年半とか2年ぐらい。いやもうそれはすっごい ビバリーヒルズプレイハウスっていう学校だったんですけど、5年間行きました。そこは5年間、うん、なんでかって言ったら、最初は映画監督としてだったんですけど、だんだん演技が好きになったっていうか、俺すっごい評価されたんですよ、先生とかに。先生とか、クラスメイトとかが、なんか今まで見たことない演技するやつがいるっていう感じ でもすっごい評価されて、もうお前すっげもうスタンディングオベーションとかもうバンバンしてくれて、え、才能あんじゃんって思い始めて、けどまだその時はうん、まだそこまで演技のことは役者になるとか全然思ってなかったですけど、うん、やっぱりちょっと結構ストイックに勉強し始めて、うん、5年間いましたね。先生が好きだったってのもあって、ほんとヨーダみたいな先生だったんですけど70歳くらいの、うん、だからハマっちゃいました。うん、あれ今おいくつでしたっけ？僕30です。あ、なるほどね。けどね、その先生その演技学校にいたおかげで、僕2本長編映画作ってるんですけど、脚本監督主演の、あ、向こうで、そう、そのプロデューサーにその演技学校で知り合って、うん、そういうのもあったからすごいいい出会いができたし、僕の映画に出てくれてる俳優さんたちもその演技学校で知り合った人たちなんで、うん、だすごいいい出会いだったし、一番今までで、うん、僕が吸収した学校っていうとこに行って一番吸収したところがそのビバリーヒルズプレイハウスっていう演劇学校でした。演劇だけじゃなくて監督術とかも教えてくれる学校だったんで、だ僕の監督としての基礎とかもうぶっちゃけ僕のスタイルとかもその演劇学校の先生からすごい受け継いでるところがあって、うん、まあそれも評価されつつ、それとももうすでに長編での映画の監督のデビューもされてる。あれですか、その演劇学校で映画監督としてはそれでもデビューが実際にもして、あ、もうしました、うん、アメリカではもう2本長編映画作って、1本は去年に劇場公開されて単館ですけど、それ2本目の I'll Be There With You っていうのはダニエル・ボールディンっていうやつを使ったやつはもう去年の1月に劇場公開されて、去年の6月にDVD の配給が決まって、うん、アレック・ボールドウィンの兄弟、うん、アレック・ボールドウィンの兄弟、微妙にすごいですね、微妙、まあね、あんましセールスの助けにはなんなかったと思うんですけど、うん、ただパッケージね、うん、間違えてておーってあれみたいなそういうのは、うん、期待してたんですけど、ショーン・ペンの弟に最初ね、ほらオファーしたじゃん、そう、クリス・ペン、クリス・ペン、もう亡くなっちゃったから、あ、惜しいですね、惜しい、だクリス・ペンにしといたら亡くなったら遺作になったんで、だプロデューサーみんな悔しがってました、ダニエル・ボールドに死なないかなとか言ってましたクリス・ペンは結構いますけどね、クリス・ペンだったらね、レザーボードックスが出てたから、ね、いや彼の方が、けどね、彼の方がクリス・ペンの方が予算ね、ギャラが高かったんですよね、ギャラが2倍高くて、うん、だからそれだったら安いだボールドインにしようって、うん、プロデューサー判断しちゃって、今はだけどそうするともうどっちでもチャンスがあったら、もう俳優でも映画監督でもチャンスがあったらもうどっちがっていうんじゃなくて、もうチャンスがあったらやるって、そうですね、チャンスがあったらですね、うん、ただ僕インディペンデントで6年間もう一つの作品3年かかったんで、6年間インディペンデントの映画監督としてやってきてて、それでアメリカで藤井隆さん使ってバラエティとかも監督してたんですよ。